12試合です。先攻の MC はこの男、岩手代表地元復興ライバーシャラク。続いて高校の MC は彼です。宮城代表オールドトゥーザニュートゥさあ行きましょう。1回戦第12試合です。先攻シャラク、高校ムートン、ピートアテンジェン、エイメン、8小節にご勝負、レディーファイ。人生を変えたバンマイク、これに誠実、そして一途で忠実であることこそが B の定義。街角残しているな遺伝子、yeah. ジャッジメンデイ、上がれるとこまで上がってけ、未だに天井知らずナスティなマイスティーズ S マラファキ歩けおだらいし、お待ちどうさま小峰忍者、俺にしか出せねえこんなノリは、シャラクもシャラピッパステチーサ、てめえら俺を聞きに来たんだろ、バッサヒューウェンビー、クソだせえラップの終戦日、キー聞き出した人票帳 TAC と汚ねえヴィンテージ。お前のラップは鼓膜が気持ちよくなるだけ、脳の髄と真の層には届いてねえな、言葉は財産、リスナーの懐に種植え付けねえと意味がねえな、岩手のスタンスこんなもん、人とずれてもブレちゃいない。今日は B ボーイはジーンズ引きずるんじゃなかったのか、スタンスブレたんじゃねえのか、それでも編み出す OK アディダスで、でも噛み出す神がかる種をまいた、七夜目の谷に羽は咲かねえんだ、悩みの種知ってそれしか言うことないのかね、俺は音の鳴る方に飛車角をってシッピトライマックスゴーデ。終了、決めます、勝ったと思う方でお願いします。いきます、まずは先攻シャラク、続いて後攻ムートン、まずはシャラク、レディージャッジ。勝者シャラク、ムートに大きな拍手。来年も出るしかねえだろクソマファック。はい、じゃあ MC 名とレペゼン教えてください。ムートンでレペゼンは白川っすね。白川ムートンくん、僕九州の福岡なんですけど、福岡までムートンの名前は響いてます。まあ1回戦で敗退というちょっと多分不甲斐ないと思うんですけど、まあ今そのすごい悔しい心境を教えてもらっていいですか。いやーなんもないっすね、すいませんなんもないっす。ちなみにまあ、今回2年連続出場とですね、来年ももちろん家日ありますけど、チャレンジは、いやー今はまあそれどころじゃない、分かんないですね、うん、ね、九州まで名前が来るぐらいの、ね、実力者だったんで、まあ1回戦で負けると本人ももちろん思ってなかっただろうし、まあ、悔しいだろうから言葉にもならないと思います。何かちょっと逆にちょっと入れ替えてインフォメーションとか何かあれば。まあとりあえず来年はソロのアルバムとかクルーのアルバムとかバイナルカットとかもあるんで。それはなんかリリース日とか決まってるんですか。いやまだ正確には決まってないですね。まあじゃあムートン名義でアルバム、クルーでアルバム、そしてバイナルもカットするということで、じゃあちょっと悔しくて言葉にならない男ムートンです。じゃあみんなもちょっと応援してあげてください。で最後にちょっと一言だけ映像を見てるみんなにお願いします。すいませんマジでごめんなさいですかないですね。ムートンでした。